丸が今日は踏み込んだ一方的。押し出しました若丸の勝ち。顔を真っ赤にして若丸らしい相撲を取れました。2連勝です。千代大龍は1勝、距離を取る相撲を取っています。金星の距離を取る遠藤が突っ張っていきます。一方的な相撲でした。突っ張し遠藤の勝ち。今場所幕内に戻ってきて2日目に白星、1勝1敗。里山は潜ることができませんでした。引きに落ちてしまいました。足がついていきませんでした。右の足首アキレス腱を痛めていて、先場所よりもテーピングがかなり厚めになっている大翔丸ですが、その右足で踏ん張ることができませんでした。いっぱいです。当たりは五分。まずは押し込んでいこうという錦木、中に入って外から決めました。決め出し錦木の勝ち。新入幕2連勝です。力強い相撲を取りました。英乃海は2連敗。引いた武田です。そこを出ていきます。松鳳山、松鳳山の流れでした。突き出しました松鳳山の勝ち。立ち合いこそ左を差しに行ったんですが、そこから相手の引きに乗じて小野岸軍配を返しました。姿だった徳勝利が引きました。そこでそれを分かっている。少し小手投げは悪い癖になっている徳勝利です。右のまわしを離しません。相当くらい右のまわしが命綱切れた。とったりから突き出しました徳勝利の勝ち。最後は命綱のまわしが切れました。相当くらい徳勝利が2連勝。佐田の海大栄翔も応戦。ただ大栄翔回り込めるか。佐田の海回り込めれば佐田の海勝ち。そうだ。軍配は大栄翔。土俵際もつれましたが、久之助の軍配はさっと西大栄翔。最後は体を預けながら膝の裏を島はこれで連敗スタートとなってしまいました。本場所からこの淡い明るい空色の締め込みの高安、張って左を差しに行きました。高安は一方的な攻めでした。寄り切り。ちょっと玉鷲元気がありませんでした。高安が2連勝です。吉風の相撲です。ちょうど制限時間いっぱいになりました。私を狙う土地王山が一方的に攻めました。力強い相撲を取りました。土地王山が2連勝、吉風は2連敗。場所前にぶつかり稽古で胸を出して右の肩口からの相撲になってしまった栃ノ心ですが、今日はどうでしょうか。今日はまっすぐ行きました。引きに最後は土俵割ってしまいました。軍配は栃ノ心です。翔太郎の軍配は栃ノ心で、安美錦が足を気にしました。完全に栃ノ心ももう土俵を割ろうかと、やっと、あ、これは安美錦また膝でしょうか。栃ノ心はもう完全に土俵を割ろうかというところで、安美錦の方が自分で崩れてしまいました。
とちょっと安美錦の左の足がもう自力ではつけない感じになっています。大丈夫でしょうか。これも心配です。だったんですね。そうですね。そして右を差しました。逸ノ城が左の上手を引いています。形としては逸ノ城先にここは攻めていきたいところですが、勢いとしては左の上手を探りに行くのか、あるいはまたもろ差しを狙っていくのか、勢いは左をどう使っていくでしょうか。下手投げから左絞ります。逸ノ城左の上手離しません。いい位置を引いていますがなかなか攻められません。右はどうやら下手は引いていません。勢いは右の下手1枚引きつけた。寄り切り逸ノ城の勝ち。逸ノ城1勝1敗、勢いは初日から2連敗となりました。勇気は立ち合い昨日は綺麗に手をつきました。頭からいった琴勇気うまくいなしました。稀勢の里密着したい。稀勢の里弾みあてがって押し出しました。強い相撲を取りました。稀勢の里2連勝。土俵を下まで吹っ飛ばされました琴勇気。立ち合いは頭から当たっていってそして先手を取りました。前線をしましたが大関落ち着いていました。軍配を返しました。立ちました。張っていきました。窮屈なもろ出しの体勢は碧山。外から抱え込んでいる照ノ富士。一旦離れようとする碧山。照ノ富士もう一度左の上手切りました。うまく上手を切りました。決めて出ていく照ノ富士。押し出しました照ノ富士の勝ち。15場所連続の対戦、今場所も照ノ富士でした。
足は鶴竜でした。出ていったのは鶴竜でした。妙義龍回り込めませんでした。